<laughs> だからその、ホリエモ門より堀江門っぽいやつが出ないのはなんでかっていうポイントですよね。あの、西野君がまだ、まだまだね、だから第3ステージぐらいなのは西野君って交換可能なんですよ。だから早いことね、あの、キンコの西野君は政治家になるべきなんですよ。うんうん、政治家なんですか絶対政治家。堀モ門は政治家。絶対ダメ。西野君は政治家。あのね、えー、っと、西野君はなんだかんだ言っても人気者を目指してて、堀、うんま、モ門は人気者を目指してないんですよま。まにに。だから、 好感度を下げるようなことを西野君基本的にしないし、やるときはそれによって好感度がもう一回上がる仕掛けやりながらやるので、あいつがやる,やるべきことは本当は政治家であって、政治家を今プライベートでやってる政治家の同人誌みたいなやつだから、彼に希少性があるんですね。 で、あのやり方に気がついて、みんな選挙に出ない政治家やりだしたら、西野君はそのワンオブ全部の一つになってしまうから、早いことちょっと上がった方がいいなと。選挙に出ない政治家ってその通りだな。であ、でも西野さんがやってることって、本当に、あの、いい意味で、みんなちゃんと救おうとしてるのって政治家ですもんね。